ただ古いだけでなく、年月を経て程よく味わいが出たものをヴィンテージと呼ぶ。もう手に入らないと分かれば希少性が増し、価値は高騰する。この理屈はきっと人間にも当てはまる。久しぶりに会い、かつての魅力を全て失ってしまった人間が、ああ、やめよ。これ以上は俺が語ることじゃない。ん？冒頭からペラペラと喋ってる俺が誰なのかって？まあ焦るなよ。そのうちひょっこり出てくるさ。第2話、ファスト。ああ、もうなんでだよ。ハルちゃん、さっきから全然技が出てませんな。うるさい。ゲームセンスがないんだよな。クソゲーだ。おいおい、傑作と呼ばれるゲームだぞ。こんなところで先生に見つかったらやばい。大丈夫だよ。学校帰りにゲーセン行ってるやつなんていっぱいいるんだから。太蔵は真面目すぎるんだよ。勉強もいいけどゲームくらいやった方がいいぜ。太蔵は勉強がゲームみたいなもんなんだよ。なんで技が出ない？変わってくれ。は？ある、交代してくれ。なんでだよ。早くしろ。は？あ、何？このキャラ、コンボ技のコマンド入力にはコツがあるんだ。太蔵、すごいな。簡単だろ、こんなもの。俺が負けた、だと？泉、ジュースをおごる約束だったよな。俺は太蔵に負けたんだ。お前には負けてない。じゃあこの続きは場外戦で決めようか。場外戦？下北の街中だ。何すんだよ。そうだな、全力鬼ごっこでどうだ。俺は塾がある。それ以上頭良くなってどうすんだ。街の中でやる鬼ごっこか、面白そうだな。南口商店街とその裏通りがメインエリアだ。人混みが心配だけど。そこがいいんだよ。刻一刻と変化する人の波で運の要素が加わる。なるほど。でも3人か。あ、クラスのやつら全員呼ぼうぜ。その手があったか。見えた。は？この鬼ごっこ、俺なりの必勝法が見えた。やっとやる気になったか。俺は負けないだろう。望むところだ。連絡してくる。頼んだ。じゃあ俺と太蔵でもう少しルール練っておく。よろしく。で、その鬼ごっこどうなったの？いろんな大人に怒られたけど、アホみたいに盛り上がった。なんか楽しそうだもんね。中学の頃のあいつは独創的だった。あんな風に黙って下向いてるやつじゃなかったんだよ。彼と何か話したの？話せる雰囲気じゃないって。太蔵は？今は様子を見てる。二人とも親友だったんでしょ？男には男のいろいろあるんだよ。何よいろいろって、ダサ。おい、さくらが。さくら！はじめまして、片瀬さくらです。鬼ごっこの話って本当なの？俺に構うな。太蔵くんと泉くんが言ってたの、すごく盛り上がったって。覚えてない。何も？何も思い出したくない。さくら、あ、こっちは千歳。こう見えて運動神経抜群。勝手に紹介しないでよ。じゃあ自分でしなよ。伊勢原千歳です。構うなって言ったよな。太蔵くんと泉くんも来なよ。ほら、泉。おう、春、久しぶりだな。戻ってくるなら、どうして連絡くれなかった？おい、直球すぎるって。俺と泉には連絡してくれたっていいだろ。連絡する義務はない。義務はない、か。春、どうしちゃったんだよ。どうもしないよ。お前、そんなやつじゃなかっただろ。こんなやつだよ。違う、俺や太蔵が知ってる春じゃない。だとしたら、
その頃の俺は無理してたのかもな。タイゾウ、お前もなんか言えよ。もういい。大体わかったから。わかってくれて助かる。二度と話しかけるな。タイゾウ！藤沢くんって、どこから通ってるの？知ってどうする気だ。別に後をつけようってわけじゃないよ。ただの世間話として。教える必要性を感じない。ああ、そう。桜。何？ごめん。私、この人無理かも。みんな、行っちゃった。お前も行けよ。私は藤沢くんと、ハルくんと友達になりたい。俺がイエスと言うと思うか？うん！イエス！ノーだよ。でももう決めたんだもん。私たち、友達だからね。あのな。何かあったら頼ってくれていいし、逆に私が頼っちゃうかもしれないし、ま、そこはケースバイケースってことで、仲良くやっていこうぜ、ともよ。ねえ、さっきからため息多すぎだよ。関係ないだろ。ため息の数だけ幸せは逃げていくって話、知ってる？幸せ？だからため息しない方がいいよ。あ、逆に深呼吸してみようよ。私の真似してね。俺にはもう残ってないよ。幸せなんてものは。藤沢春役、橋本優希。片瀬桜役、内山ゆりな。伊勢原千歳役、岡田千雪。唐北大蔵役、西脇大河。町田泉役、君島鉄。鶴巻柿雄役、小田利光。